パトレン2号警察戦隊パトレンジャーバーサスで俺は最年少だったんだよ。チーム23だ。じゃあ一緒の時にやってるから俺アクションしかしないからリスシーンってしたことがない。リードはしてほしいんですよ。今日はですね、暴力無双撮影7日目です。あっという間の1週間で、昨日からこの山梨の道志村の某所にいて映画の撮影をしてます。その中でまどろんでる時間帯でちょっと対談をしたいんです。じゃあまずは自己紹介を。天体忍者タグス2022ということで、2年前に兄貴にね声かけてもらって、やりたくなくてバーサスメンバー全員揃えてくれたらやるって言ったら、本当にね全員揃って、じゃあもうやるしかないじゃんって。俺にとっては同窓会、今日まっちゃんと一緒に芝居させていただいて嬉しかった。なんか思い出して、当時まっちゃんがねセリフ言ってる時に、たっちゃん俺このセリフこう言うからこうしてよみたいな言われた時に、あ、そうだ、俺確かに台本も読まらずに現場来てるから、いつもね、芝居の細かいことをさ、言ってくれたんだよ、マーサスの時から。あれから20年、変わってないわ。変わってない何の成長もないわけじゃないもんな。アクションはほら、進化してるから。総務ゆういちろうです。バーサスメンバーとやるということで本当驚いてます。明日出番ですって言われてびっくりして、誰の出番って俺の出番だって言われて、久々に俳優モードをね。そうですね。で、監督と出演もします、榊です。よろしくお願いします。撮影をして、アクションもして、本を作って、今軽く飲んでます。本日よろしくお願いします。同じく暴力反対の出演者、松田健二です。ある日、榊さんから電話がなりまして、やろうよ、ということでお声をかけていただき、今日に至ります。頑張ります。ありがとうございます。そしてデリンジャー役の横山亮です。バーサスチームの同窓会に混ぜていただいて本当に光栄です。精一杯頑張ります。かっこいい。はい、山谷かすみです。現場での最年少になると思います。バーサスで俺は最年少だったんだよ。チーム23なので。じゃあ一緒の時にやってるんだ。そうです、そうです。すごい巡り巡って恋人役を演じさせていただいたんですけど、俺アクションしかしないからリスシーンってしたことがない。リードはしてほしいですよ。最後男だからあれ昨日巻いてきたギリギリまで来るんだよね。それは来るよ、山屋さんやってくるよ。だからチュでいいよね。フレンチだよね。フレンチはチュだよね。ちゃんとトップガン見た。あ、私の紹介でした。35歳ウィップの星見です。もう20年っていう時が全然なくて、本当にあの翌日の続きみたいな感じがしてます。おお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 おあれずっといましたよ。いやいやいや、今回ヤッパ役をやらさせていただきます、松本みのるです。よろしくお願いします。どうですか、久々のバーサスメンバーで作る暴力ミスト、はい、はい、松本さんじゃあ、はいはいはい。これ公営の YouTube 配信だから、はい、あ、それを言うとちょっと一つ仮面ライダーファンの方に喜んでもらえるネタを一個仕込んでるんで楽しみにしててください。劇中でね。劇中で僕が公営でやられた時の決め台詞ってあったんですか。じゃあまずは、ニンニンジャーから。いいよ。はい。忍びられても忍ばない、ドローン。おお。はい。パトレン2号警察戦隊パトレンジャー、ありがとう。ありがとうございます。とりあえず第1回目の対談は終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。